お、いいねいいねいいね。ちょっとね、早く体全体が見たいですね。なんかクオリティがすごい高そうです。完全にハーフアイですね。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、新入荷の生態がいっぱい入ってきましたのでご紹介したいと思います。今回もレオパさんなんですけど、9匹来てるんですよね。なので前編後編にね、分かれちゃうかもしれないんですけど、よかったらね、最後までご覧ください。はい、ということで到着しました。早速ね、開けようと思います。じゃあ開けます。今の季節は夏ということでね、これは保冷剤だと思います。保冷剤がね、入ってます。どうかな。お、いいねいいねいいね。はい、こんな感じです。どうしようかな。まずこの子から見ていきましょうかね。まず最初の子がエクリプスの子ですね。エクリプス、スケさんと同じモルフです。目はどうかな。お、目いいですね。綺麗なハーフアイですね。すごい、あのエクリプスをね、注文してもなかなか綺麗なハーフアイ残ってこないんですけど、今回やっと来ましたね。ほらほら、スケさんと一緒のハーフアイですね。かわいいかわいい。クオリティの高い子がやっと来てくれたって感じですね。はい、続きましてラプターの子いきましょうかね。スネークアイですね。スネークアイっていうのはハーフアイのことなんですけど、この子ちょっとまだ目を開けてくれないですね。後でね、目の方は確認していきたいと思います。はい、続きましてジャングルの子ですね。来ました来ました。この子めっちゃなんか黄色強いですね。なんかカレー粉みたいな黄色してます。前々回ぐらいジャングルさんが来たんですけど、その時の子はね、体の模様がすごい面白かったんですけど、この子もまたなんか面白いですね。はい、また後でね、じっくり見ていきます。はい、続きましてこの子ですね。レインウォーターパターンレスアルビノですね。このレインウォーターが入ってるモルフってすごいね、色が綺麗なんですよね。いいですね、この首のとこ。すごいすごい、なかなかクオリティの高い子がね、来てくれました。はい、次はこちらですね。ベルアルビノの子です。ベルアルビノは一番目が赤いので、ちょっと目見てみましょうか。こんな感じかな。あんまり見せてくれないですけど、後でね、確認していきたいと思います。はい、続きましてこの子ですね。トレンパーアルビノさんです。今さっきはね、ベルアルビノということでちょっと濃いかったんですけど、この子はね、トレンパーなので薄いですね。あー、この模様いいな。このバンド模様ちょっと綺麗ですね。なんか表紋もあんまりないし、なんかエルマーみたいなね感じで、わ、この子いいな。はい、続きましてはこちらですね。スーパーマックスノーです。ちょっとね、この子隠れてますね。もう出てきた。模様がなんかつながってますね。模様がつながってるタイプですね。スーパーマックスノーさんはね、もう絶対売れるので、今回はね、2匹ね仕入れてます。これが1匹目ですね。で、もう一匹。お、おすごいすごい。もう一匹の方、ピグメント細かいですね。グラナイトみたいなね。これはなかなかいいな。ちょっとね、早く体全体が見たいですね。なんかクオリティがすごい高そうです。これが2匹目のスーパーマックスノーですね。はい、最後、9匹目のモルクはこちらですね。すごいね、ちっちゃいです。ハイイエローさんですね。この子もね、ほんと生まれたばっかりでしょうね。めっちゃちっちゃいですもんね。
草食いは大丈夫かな。後編の動画の方で餌やりはやりますので、こちらの方もねお楽しみということで、はい、ということで飼育環境の方にね移していきたいと思います。レプタイルボックスに須藤さんのウェットシェルター S ですね、それを設置して作っていきます。前回もねベビーさんを結構仕入れたので、今回の9匹を合わせると17匹ぐらいねベビーがいる感じですね。イエローさんどうぞ。めっちゃちっちゃいですねこの子。はい、こうしてみるとこの子すごい色が濃いですね。わあちっちゃ。ちょっとこの子はいっぱいご飯を食べさせて大きくしないといけないですね。はい、次いきます。次はスケさんに似た子いきましょうかね。お、意外と大きいですねこの子。お、おお、いいねいいね。完全にハーフアイですね。あのハーフアイって意外と綺麗じゃない子多いんですよね。なので今回すごいラッキーですね。よりめちゃんが好きな子はいいんじゃないでしょうか。エクリプスってね一応模様も特徴があって、手のところ白いんですよね。なのでスーパーマックスノーにエクリプスが入るとギャラクシーになって手のところがね白くなるっていうね現象があります。エクリプスのおかげですよね。はい、次どんどんいきます。次はレインウォーターパターンレスアラビノの子いきます。はい、どうぞ。この子も今さっきのエクリプスの子にすごい似てますね。なんかかわいいね。あ、やっぱレインウォーター入るのいいですね。パステルカラーみたいになるんでおっさん好きですね。はい、上から見たらこんな感じで、この子の首のとこいいですね。体の模様も迷彩チックで、この子なかなか好きです。今日の夜餌あげようね。